はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、僕がね、休みだったんで、ちょっとね、買い物に行ってたんですけど、まあ、その途中にね、見たね、ちょっと面白い画像があったんで、紹介します。それがこちらになるんですが、まあ、これね、横浜に住んでる人だったらね、結構知ってると思うんですけど、このね、恐竜のね、なんか恐竜がね、この家からね、突き出してるね、なんだろう、この場所があるんですよ。家から突き出してるように見えるっていうかね、これすごいですよね。これね、近くから見たらね、結構ね、迫力あるんですけど、なんかね、家からね、乗り出してるんですよ、恐竜が。まあ、これはね、ちなみに場所はどこかというと、皆さん知ってますかね、まあ、横浜の人は知ってると思うんですけど、これ関内になります。で、関内のね、伊勢崎町ではないか、ショッピングモールがあるんですけど、モールっていうか、まあ商店街ですね、があって、そこにね、この恐竜がいます。まあこの辺ね、ポケモンスポットでもあるんで、ポケモンやってる人も非常に多いですね。で、これがね、まあね、そのなんか宝石ジュエリーって書いてるんですけど、まあいわゆるなんだろう、質屋みたいなところなんかな。まあ僕も全然詳しくないんで、その横通ったらね、これがあるから面白いなと思っていつも見てるんですけど、まあなんか宝石ジュエリーみたいなね、感じに書いてる、まあ質屋なのかなっていうふうにまあ思うんですけど、はい。こういうのがありました。発想が面白いですよね、こういうの。なんか口にね、宝箱をくわえてね、腕になんか指とかに指輪つけちゃったりしてね、なんか金色のね、このなんかネックレスみたいな、ネックレスじゃないな、あの手につけるやつとかつけちゃってね、なんかね、すごいですよね。で、まあ僕の動画見てくれてる方、どこ出身が多いのかな、とかどこに住んでる人が多いのかな、ちょっとわかんないんですけど、なんか東京はね、結構多いかなっていうふうに思うんですよね。なんか、横浜の人とかいたらなんかメッセージください。なんか一方的に言ってるんですけど、どうなんだろう。東京がね、結構多いかなっていうふうにはまあ僕は感じてますね。あと、まあ地方にばらけてる感じかな。まあ結局、どこに住んでても結局 YouTube とつながるわけだから、もう一緒なんですよ。その、なんだろう、YouTube でね、つながったら、その、ノーボーダーっていうやつなんですよ。We have no border ね。私たちはね、国境を持ってないと。その、なんだろう、境っていうかね、まあ、ノーボーダーだから、その国境も持ってないということなんですよ。つまり、その、県をまたいだりね、そのな境がないってことを言いたいんですけどね。うん。まあね、今ね、結構ね、複雑な時代になっちゃって、昔はね、すごく自由を求めてね、民主主義を求めて、自由を求めてね、なんだろう、皆さん、謳歌した時代だと僕は思うんですけど、まあ、僕、医学系なんで、そこまで歴史とかね、経済とか詳しくないんですけど、昔はね、自由を求めて、民主主義を求めてね、謳歌したと思うんですが、今ね、あれなんですよ。逆にね、なんだろう、自分の国一番のね、トランプをはじめね、欧州もね、結局、なんだろう、自国主義みたいな、自分の国を大切にするようなね、まあ、なんていうのか知らないんですけど、がね、すごくこう表面化してきてね、結局イギリスもね、独立だとか言ってね、独立するとか言い出してね、独立っていうか、独立じゃないな、ごめんなさい、EU 脱退ね、独立はしてない。まあ、イギリスもなんか複数の国からね、できてるからね、難しいんですよ、本当に。アイルランドとかね、複数の国からできてて、ね、それが一緒になったのにね、こうやって EU 脱退したりとかね、いろいろあるとね、
いや、うちらはじゃあイギリスから脱退したいよってこうなっちゃうわけだからね。まあ複雑ですよね。まあね、日本はそういうのないですよね。なんか西日本と東日本で別の国とか言い出すやついないですよね。日本そういうのないからね。なんか別に西日本と東日本で別の国とか言い出しても別にいいんですけど、まあ、そういうのあったら面白いなとは思うんだけどね。あと四国はね、四国だけ別とか言ってね。四国だけ別とか言って。島続きになってないからね、四国は別の国とか言って言い出しても面白いんですけど、まあ、そういうこと言う人日本にいないですよね、はっきり言って。まあ、そういうこと言ってたらなんか、あの人、頭おかしいじゃないかなって思われちゃうところが、まあ、あるかもしれないですけど、だって単一民族だから、結局ね、単一民族なわけで、そこでなんか、分かれるっていう、その発想がないじゃないですか。外国って結局いろんな民族が混ざって、いろんな血が混ざって、歴史をね、すごく言う人が非常に多いんですよ。日本もね、歴史を結局言うんだけど、単一民族でね、住んでるところがあるから、別にそこまで深くないんですけど、ヨーロッパっていうのいろんな民族がいて、いろんな移民がいてね、いろんなその考え方の人がいるんで、結局その、なんだろう、同じ国の中でもね、全然違うっていうのはいっぱいあると思います。まあそういう意味でね、面白いかなと思いますね。で、まあ今日僕が散歩に、散歩じゃない、買い物に行ったっていう話なんですけど、まあ横浜ネタはね、僕特に何も話すことないんですよね。っていうのも僕出身じゃないからね、何話したらいいんだろうっていうのもあるし、何話したらいいんだろうって、まあネタはあると思うんだけど、なんかそこまでなんかこう話すことがないというか、なんだろう、横浜出身じゃないからそこまでね、こうなんか僕がなんか言っちゃっていいのかなっていうのもあるからね、まあ僕は何も話さないんですけど、まあまたなんかリクエストがあればやろうかなと思うんですが、またなんかリクエストあればやろうと思ってます。ではね、今日はもうこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録といいねと、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。